発達障害の気分ののののきみとと性障害との診断の違いはどのようになりますでしょうか気になっているようであれば、まあ、大体双極性障害ですけどね価値観までこう若干歪んじゃうっていうのが双極性障害の軽装状態でやりすぎっていうのがまあ一つの目安になるかなという気はしますね以前質問させていただきましたが夫が自死し悲しい感情が湧かないとお伝えしましたが 4ヶ月以上経つのに悲しみより今は怒りしかありません。感情が出てきたと思います。うん、夜は眠れずラボナ糖を飲んでいますが、先生はラボナは進めないと以前おっしゃっていましたが、代替えの薬は何かありますか、うん、なるほどね。完全に代替できる薬はあまりないと思いますね。ただ、試みるのであれば、僕自身は割と と、等抗精神病薬というのを使うで、えっ、ー、と、やっぱりラボナーも、いわゆるそのギャバ A 受容体の多動薬の、まあ、協力バージョンだったりするので、結局、ベンゾジアゼピンに置き換えをせざるを、一時的には置き換えをせざるを得ない場合が、結構 こうあるかなという気はしますよね。正直言うとラボナを飲まないと眠れませんというふうに感じてらっしゃる方というのは眠れないということまあ不眠ということ以上に結構バルビツール酸に対する一種の依存が生じているということが少なからずあるので。 大体薬を入れるということ自体は悪くないと思うんですけど、結局粉とかにしてちょっとずつ減らすというやり方をするというのが一番間違いないやり方ではないかなという気はしますけどもね。なかなかどっかで壁が来ることは多かったりはするんですけど、まあ、ちょっとずつでも減らしていかれるといいかなという気がします。まあ、僕自身はあのあんまりこれも良くないと思うんですけど、結構大体薬品で使っちゃうのは昼並みですかね。鼻呼吸と口呼吸で 睡眠の質は影響しますか慢性鼻炎で治療をしておらず、いつも口呼吸をしています。たまに腔がスーツスーしているとき、朝が気持ちよく起きらて、心地よい朝を感じられるのですが、思い込みと思いますかそれとも医学的にあり得る話なのでしょうか医学的にあり得るでしょうえっと、基本的に、あの、鼻と口で言うと、鼻というのは、 完全に詰まっちゃうと、呼吸する肺活量っていうのが3割程度減るというふうに言われてますね。なので、3割ぐらい努力しないと、鼻が詰まっちゃうと、息ができないんです。なので、単純に鼻が詰まってるという現象だけでも、いつもこう、一生懸命息をしてないといけないので、しんどい状態です。で、そういう状態の方が睡眠になると、鼻詰まりになるとこう、口呼吸になりやすいですから、口を開けると呼吸が止まりやすくなります。 子供なんかは鼻詰まりだけで睡眠事務呼吸症候群になっちゃったりするので、大人で鼻詰まりだけでなるかどうかは微妙ですけれども、鼻詰まりがある方はない方に比べるとやっぱり睡眠事務呼吸になりやすいです。 で無呼吸ということでなくても止まりかけて息が苦しくなって頻繁に目が覚めるという低呼吸という現象が起こっていることもありそれって結局無呼吸と結果として頻繁に起きるという現象が同じだったりするので結局睡眠時無呼吸症候群の一部になっている場合もあったりするんですよねなので口呼吸状態で夜の睡眠状態が良くないという方であれば気のせいっていうふうに考えるよりも まず睡眠時無呼吸という状態になってないかどうかということをしっかりチェックする必要があると思います。あと、慢性鼻炎でずっと鼻が詰まってるという状態なのであれば、治療として完璧な状態までいけないかもしれないんですけど、やっぱりかかりつけの耳鼻科を持っておかれて、なるべく常に鼻がよりベストに近い状態に、今の状態の中でも一番ベストに近い状態に保てるようにしてもらっておくということは結構大事です。 で、昔慢性鼻炎と診断されて、治療されてもあんまり良くならなかったんで放置,放置していますと。で、最近もっと悪いですっていう状態の方の中には、鼻の粘膜がめちゃくちゃ分厚くなっていて、それで余計鼻が詰まってたりとか、非公性鼻炎って言うんですけど、副鼻腔炎、鼻の奥に海がいっぱい溜まってて、それで余計悪くなってるとか。 最初の診断当時は大して見立たなかったんだけど、鼻の骨が曲がっている、微中隔湾曲というより鼻詰まりをひどくするという状態が合併しているとか、 最初の段階では診断されてなかった別の病態を合併しててより鼻詰まりがひどくなっててで、そっちの部分は耳鼻科的な治療をすれば改善できるっていう場合もあったりするので以前に行ってあのいまいちだったように思われてもやっぱり鼻を専門にしてらっしゃる耳鼻科にはいまいちときちんとかかっておかれて鼻の状態を改善していくっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていう気がしますね。厚木ま彦の動画。東局2新潟です。 普段はあまり外出しないのですが、土曜日から毎日出歩いて、今朝も落ち着かず、主治医の診察日だったので、早めに受診に行きました。3年くらい飲んでいたサイレースを5月から減薬してしばらく飲んでいなかったのですが、今日追加処方されました。取材はテグレトールとデイビオ神商用さんですと。確定診断前、副作用で睡眠薬だけで半年以上過ごしたりもしたので、 当局の波を睡眠薬で調整したりもしますかできなくもないと思うんですけど多分これはまだ土日月か4日目だからですかね。これで戻れば儲け物単なる波と思っているのでちゃんと寝れば戻ると、まあ、期待しているかもしれません。僕もこういうことをよくやるんですけど この一週間ちょっとよく観察しておいた方がいいと思います。この一週間でやっぱり活動的すぎるように思えるようだったら次の診察もちょっと早めにしてもらって基本安定薬の調整をしてもらった方が良いかもしれません。一週間を超えて普段よりもテンションが高いようであれば これはもうすでに軽装状態の可能性が出てくると思うので、であれば、手レれ通る、なんでしょうけどね、その量を調整してもらうということも必要なのかなっていう気がします。寝落ちは一応寝てるのだと主治医には言われました。寝てますよ。玄関先で落ちていたり、トイレで落ちていたり、いろいろな場所で落ちていますと。でも、普段よりは寝ている気がするような気がします。 よくおいしちゃいますね。夜中に記憶がないまま何かを食べている、えー、対策をしたいですと。主治医曰く買いだめしないようにとは言われました。それしかないのかなぁと,と。きちんと起きれてないっていう場合が多いので、まあ、睡眠薬は必要なのかもしれないんですけども、睡眠薬によって引っ張られてる可能性はあるので、まあ、ちょっとそこはよくよく、はい。 えっと、チェックしてみられた方が良いかなという気がします。特にベンゾジアデピン超短時間作用型は要注意です。発達障害の気分の起き進みと双極性障害との診断の違いはどのようになりますでしょうかよろしくお願いいたします。と。多項的になっているようであれば、まあ大体双極性障害ですけどね、やけにハッピーな状態が続くということ ね、あとね、どちらもこうテンションが上がっちゃうっていうところをどう解釈するかっていうことで変わってくると思うんですけど、双極性障害の方というのは基本的には軽装状態とか躁状態の時にやっちゃったことをニュートラルな状態とか鬱つ状態の時に あれ、今の私ならせんよねとか、なんであんなことしちゃったのか、よくわからんわっていうふうになることが多いですね。気分の波に引っ張られて、ニュートラルな状態だったら、価値観にちょっと反してそうなことでもやっちゃってるかもしれなかったりすると、いうことが結構あったりするのに対して、やっぱりその、発達障害の方というのは、落ちてきた時も、あれは、やりすぎただけで自分の価値観とか考えにはフィットしてるという、こう、単純にこう、やってる量、 だけがが多多くなっっっっちゃったたっていう解釈にできるることが多かったりす,るんです必ずじゃないですよ必ずじゃないんですけどそういう,こう価値観までこう若干歪んじゃうっていうのが双極性障害の係争状態で発達障害の方の場合にはその価値観の部分まではあまりと歪んでないというやりすぎっていうのがまあ一つの目安になるかなという気はしますねあと寝なくても平気というところと寝てる場合じゃないみたいなね そこのちょっと違いもあるかもしれませんね。睡眠欲求が下がりますので、双極性障害がなくても。ねまあ、食べなくても平気。食べなくても平気なのか、食べてる場合じゃないと思うのか、その辺もまあ、一応ちょっとこう、はい、区別ができるかなという気がします。厚木正彦の動画。双極性障害2型7目です。最近、男性更年期の値が低すぎることが分かりました。 男性ホルモンが低いんですね。主治医からは、ホルモン注射をしても、双極性の症状が良くなるかどうかは分からないけれど、もしそちらの治療をしたいなら、泌尿器科に行ってはどうですかと言われました。うん、先生は、双極性障害のうつ状態と男性更年期の関係についてどうお考えになりますか難しいところですね。基本的には男性更年期、男性性がね、男性ホルモンが 年齢が上がっていくことによって、失われてしまうことによって、男らしいスの元っていうのが減っていくので、男っぽい元気の部分っていうのも減っちゃうっていう,こう考え方があるんですよね。 野生味だったりとか、豪快さだったりとか、そういったところですよね。そういう男性性みたいなところは失っていって、で、それによって、いろいろこう体調の不良、まあ、うつっぽくなる方もおらえたりするっていう話はあったりしますよね。で、基本的には、うつ状態、うつ病との関連性というのが知られているという状態なので、まあ、区別が難しいと言った方がいいんでしょうかね。なので、あの男性更年期を治療するということによって、まあ、ひょっとしたら、うつ状態の改善には役 脱可能性はあるかもしれません。で、何が男性更年期の鬱症状で、どこからが双極性障害の鬱状態なのかっていうことって、まあ、多分その綺麗に区別することって難しいと思うんですよね。なのでまあ正直やってみないとわからないという気はします。ただ基本的に双極性障害の 軽装状態とか、躁状態みたいなものに男性更年期でなるとはちょっと考えにくいので、そちらに関してはあまり治療効果は期待しづらいかなという気はしちゃいますけどね。あの、ぜぜひというか、良くなる面もあるかもしれないけど、まあ、全部が良くなるっていうのはちょっと、はい、少なくとも、軽装状態、躁状態に対しての、 とといいいううのはははそんななに期待ししづらいかかっていうところはあるかもしれませんね昨日の診察で私は総局2型ですよねと聞いたところ1型に近い2型ですと言われました私は軽い2型かと思っていたのですがかなり驚きました主治医はあまり気にしないでなどちらでも直し方同じだからと言いましたとその言い方に少し安心しましたがグレーは限りなく黒の言葉が頭をよぎりましたと まあ確かに1型でも2型でもまあそんなにねやること自体は違わないんですができればなぜ1型に近い2型だと思ったのかその双極の症状っていうのいその相の症状っていうのがあのあったように先生には見えましたかって聞いてみるっていうのはセーフチェックのためにはすごく良いような気はしますねはいありがとうございます